ツポレフ154-154アエロフロートロシア航空ツ -154 エムツ -154 はソ連で開発され2013年までロシアで生産されていた3発ジェット旅客機。北大西洋条約機構の命名した NATO コードネームではケアレスと呼ばれたツ -154 はツポレフ設計局が 世界市場への進出を目指して開発した、つまいなす134総発旅客機の拡大発展型である。同期で取られた、ジェットエンジン2機を機体後部両側に備えるという方法を踏襲し、垂直尾翼基部に3機目のエンジンを追加した、ビブ集中装備方式の機体である。この方式はボーイング727や、ホーカーシドレートライデント等各国の旅客機が取っており、 非常にスマートなデザインとして一時期大変好まれた旅客機のスタイルであった。スマイナス 154M 型になってからは、第3エンジンの空気取り入れ口が縦長の楕円型とされ、この機体の特色となっている。すでに初飛行から40年以上が経過しているが、同時期に初飛行が行われたアメリカ合衆国のボーイング737のようにエンジンや、 アビオニクスなどを改良した最新型が相次いで投入され、エンジンを新型に換装し、騒音対策を施し、さらにアビオニクスを近代化させた、つ 154M シリーズが、旧東側諸国を中心に運用され続けているほか、現在も生産されている。また、堅実な設計から、現在もこれをフラグシップとする航空会社も多い。 主翼下にエンジンを懸垂しないスタイルか、新潟空港に中期中のアエロフロートツマイナス 154?1997 年9月日本にも騒音対策を施したツマイナス 154M シリーズが多数飛来しており、日本へは、ウラジオストク航空がウラジオストクとハバロフスクから、新潟へ路線を就航させていた。騒音対策がなされていない。 つマイナス 154B マイナスにもかつては多数、飛来していたが、現在は、日本の騒音規制の法律上の問題から、政府専用機など許可を得た特別機以外は、飛来できなくなっている。また、石油系燃料に代わる代替燃料を動力とする、ことを目的に開発し、一機のみ生産された、試験機のつマイナス155は現在ロシアで、 開発中の宇宙旅客機の母機としても使用されている。2020年10月28日、ロシア国内の航空会社で使用されていた最後の機体がロボシビルスクミールヌイカンでラストフライトを行い、ロシア各地から航空ファンが集まり満席となったという。1966年に発表され、1968年10月4日に、 初飛行した機体でエンジンは NK-8 から2。アエロフロートは1971年5月に貨物輸送機としての運航を開始し、翌1972年2月9日に旅客輸送を開始した。1973年に発表され、1974年4月からアエロフロートで使用開始し、翌年から運用開始された。エンジンは NK-8 から 2U。 燃料搭載量は 39,750kg 電子機器として自動着陸装置を搭載し、カテゴリー2までは対応している。マイナス百 154A の装備を近代化し、最大で陸重量を 98,000kg に増加させ、客室を延長し、座席数を増加させた機体。マイナス百 154B にアメリカコリンズ社製自動操縦装置を装備した機体。 エンジンを DE-30KU-154 通に変更、燃費を向上させることにより、航続距離を延長、前円スラットを小型化し、スポイラー面積を拡大、APU の位置を変更、エンジンの空気取り入れ口の開口部の拡大、完成後方装置3機の標準装備、等の近代型回収を行った機体。1984年から生産が開始され、 その後1990年代に入り、アビオニクスを中心に、さらに近代化を施された改良型の M ルクスや M-100 が投入された。つまいなす 154M シリーズは、比較的基礎子が新しい上に、EU 諸国で適用されている騒音規制である、ステージ3やステージ4などの騒音規制もクリアしているため、 旧型の機体の更新の進んでいないかつての東側諸国の航空会社などで現在も多数使用されている。つマイナス155及びつマイナス156を参照のこと。つマイナス154ほか、ポーランド空軍のつマイナス 154M など、1994年以降判明しているだけで16機が事故5、五社 テロによる墜落を起こし1720人が死亡している。津 -154 による航空事故のカテゴリーも参照津 -154? 同様、尾翼付近にエンジンを3発設置する旅客機。ありがとうございます。